こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。えー、今日は商品仕入れ前のチェック事項ということでね、えー、何度かいくつかの動画に混ぜて言ってるんですけど、ちょっとわかりにくいっていうかね、えー、これが見落としちゃう方が多いんで、この仕入れ前に納品設定をするということだけの動画を作りました。 えー、仕入れたけど出品できないとか、まあ、納品できないというトラブルを避けるために、FBA 納品設定をしてから仕入れてください。えー、オーストラリアアマゾン、商品仕入れ前のチェック事項と。まず商品を見つけます。そしたら次に出品してください。 えーえー、ここで仕入れるんじゃないのってことなんですけど、えー、仕入れて、ね、出品できないとか許可が必要だとか FBA に納品できないということがあると、ね、その仕入れた商品どうするのということになっちゃいますので、えー、とりあえずもう出品して FBA 納品設定をしてくださいでそれから仕入れるとで、えー、実際に納品する FBA 納品設定は、えー、後からする。ね 初めから本当に納品設定する商品合わせてやってたら大変なんで、とりあえずのもう納品設定をしちゃって、まあ後から仕入れると。仕入れ前に納品設定をするのを守ってください。これね、これとこれとこれがダメですというふうにかっちり決まっていれば簡単なんですけど、まあアメリカもそうだったんですけど、今まで何個売ったかとかね、アカウント作ってからどれくらいの期間だと。 え、あるいはその商品、あるいはカテゴリーを売ったことがあるかないか、要は人によってこの出品できる商品と出品できない商品バラバラです。またね、以前はダメだったのがオッケーになったとか、以前は大丈夫だったのにダメになった。そんなのも出てきますんでね、もう FBA 納品設定をしてから仕入れるというのがね、無難です。まあ一度出品しちゃってね、納品してあってある商品については、まあ 断面になればね、えー、通知が来ますんでわかるんですけど、まあ、そうじゃなくてね、えー、仕入れといて、で、後からまとめてね、納品設定しようとした時にね、えー、あれ、あのこれ出品できないというようなことも起こりますんで、まず、えー、順序が、普通に考える順序と逆ですけど、えー、仕入れる前に、えー、納品設定できることを確認してから仕入れてください。 またこのね、えー、この商品がどうなのとか、出品できないとか、これ大丈夫でしょうかとかいう、えー、相談はね、またチャットワークの方で個別にしてください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。